はいどうも皆さんこんにちは、新たでサラダのダンススクールやってまいりました、やってですね。さあ、ガルプラ1週間経ちましたね。ということで今回はですね、ビハインドシーンかな、が出てきましたというところでます。ラストの、先週のね、生放送ライブのビハインドでございますのでね、見ていきたいと思います。ちょっとこう過去を振り返ろうかと、収録ボタンをよろしくお願いします。見てみましょう。レッツゴーツビハインドシーンオブザファイナルライブと、エモーショナル D デイね、でかいね、スタジオが、セットがでかいね、セットが、みんなのサイズ感これですよ。でこの天井よ、すごいよね。振り隠してますね。あらやだあらやだ、みんなハーツ&V、 ハートの人と V の人、あら、みんなも応援に駆けつけてね。応援してるよ。応援してるよ。はぐこはぐこ。いやー。あ、ブレスレットね。フレンドシップブレスレット。なごみちゃんの話とかでもありましたけど、メンバーのみんなでね、こう作り合ったのがこう流行りましたと。で、それぞれみんながこう、名前入りのね、ブレスレットをつけたりとかしてたんですっていう話聞きましたけど、みんな持ってね、つけてるよ、応援してるよと、おーいと、あらいいじゃないこの感じ。ちょっとあのね、ステージの上とあの客席の方でみんな久しぶりの再会よね、なんてね。あーもうね、会いたいわよと、ジングオッパ、もうこの番組は僕はもうジングオッパが全てですよね。ジングオッパじゃなかったらもう無理っすよ。もうガルプラ乗り越えてこれなかったと思う、いろいろと。もう全てジングオッパにもうあっぱれですよね。デビューしましょう、ジングオッパも。あー、このシーンね、円になってるところですね。みんなが見てください、先頭にジングオッパがいるんですよ。やっぱデビューするつもりは、多分ね、ジングオッパの中でも気持ち的には自分もデビューするよっていう多分つもりだったんじゃないかな、今思えば。呼ばれる、こうやって第一位みたいなね、ないかな。マスターさん、すごいメンツですね。素晴らしい方たちにこう支えていただいてたんだなっていうのを感じます。本当にこう皆さんの愛が伝わってきましたもんね、見ててね。あー、ラストの OOO ですよ。もう何度踊ったことでしょうとね。そうよね、みんな踊れるわよね。最後掴むところもね。あー、そうか、 OOO 終わりました。ああ、待機してるところね。そうか、最後の白チーム黒チームに分かれて1班2班。マヤちゃん、ってなりましたよね。来た、2班。あらま、あらま、この3人がそれ以外の気持ちはって聞かれたの。どうですか、OK よ、やばくよ、あら、ちょっと なんですか、この3人のこの瞬間は。How do you feel about the final performance in live? I feel nervous. 緊張してますせと。と言ったた？それ以外の気持ちはって聞かれたの？いいよ、りなちゃん。この肩組む感じよ。あらまあ、この見つめるひかるちゃん。ボケよ。ボケよ。うんうん。マジャよ。この3人。まだだからこれは結果が出る前よね。この
マイクはアナザードリームですかの歌の前ってことかな。半分半分。あ、その気持ちがね。はい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 。メンジョちゃん。ああ、綺麗なマイクはマイクだわ。Oh, it's very good by now.すごい数のやっぱ紙吹雪ね。あー、ここは感動的だったわよね。あー、呼ばれる瞬間ね。あれ待って、この3人デビューしてるやん、みんなすごいっすね。1、2って来てるわけですよね。そうね、マシュちゃんはーってなったのよね、こう呼ばれた瞬間ね、驚いてね。今このでこれね、ヒカルちゃん呼ばれた時のこの頭をわしづかみに行くシャウティンちゃんよね、これおめでとうっていうよね。くー、いやー、もうみんながもうみんなこう呼ばれた時のね、頭をさすってあげる感じ、もうみんながこう集まってくる感じ、本当に誰が呼ばれてもおめでとうってなるこの幸せよね。あー、いやー、1週間経つなあ。見てください、ジンゴオッパが喜んでいる、わーしてますよ。もうジンゴオッパが優勝してるんだよな。あー、シャナちゃん、ああ、ああ、なんかもう慰めてもらってるのかしらね、声をかけてもらって励ましていた。もう見てくださいよ、このマスターさんたちのもう温かさ。あらーってね、あらー、もう本当に素晴らしいお兄様お姉様にね、こう支えてもらった。あ、ジンゴッパこのこの2人が写真撮ってるの見るのちょっとおもろいっすね、やっぱね。あ、ジュオンちゃんいたわね。なんか卒業式ですよね、この瞬間がね。ほら、あー、集合写真ね、あの99名の方たちで本当はね始まってたっていうところもありますから、ここにもっともっとものをもう帰国された方たちも割っていたっていうところをまた想像すると、もっとこうジーンとくるというかね、気持ちは一つですよ。いいわね、なんか落ちちゃった子たちもでもね、もうなんか次の動きもどんどん出てますからね、今ね。おー、ケプラー、ケプラーという感じでいかがでしたでしょうか。ということでね、1週間経ちましたけれども、まあ改めていろいろありましたけれど、まあいろいろあるのがつきものでございますからね、やっぱオーディション番組っていうのは、まあ、改めて僕は良かったんじゃないかなというふうに、良かったというか楽しませていただいたなというふうに思うところでございます。本当にこう熱心にね、もう熱心っていうことが最近よく出てくるんですよね、あの韓国の影響ですね、これはね。熱心にこう応援していく、あ、ジンゴッパの目がちょっと待って白目向いちゃってる、 OKOKOK、なんでしょう、一生懸命こう前のめりになりながら、出演されてる方たちを応援させていただいて、
たくさんのその才能をね持つ方たちにまたお会いして魅力に触れて、こうわあ自分のねこうパフォーマンスだったりにも影響ってやっぱ出ますじゃないですか。その日頃の生活とかでもいいですけど、やっぱモチベーションだったり話題だったり、今日も街歩いてて誰かがですねすれ違った方たち、女性の方たちだったんですけども、ルイチーちゃんの話されてる方とかいたんで、うわって思いましたね。あ、ルイチーちゃんの話、え、何何ってちょっと聞きたいみたいな風になったので、日本でもやっぱりそれだけ盛り上がってたっていう事実でもありますし、こうね楽しませていただいたっていうところで、よかったなっていうふうに思ってるところでございます。本当にねお疲れ様でした、ジンゴッパいや皆さんですね、本当に参加された皆様お疲れ様でしたというところとね、新しい道がまた始まってますので、そちらを応援していきつつ、でもねやっぱり、ね、僕ねジンゴッパーでかいと思うのよね、本当ね。あのちっちゃい頃のねドラマを見させていただいてますし、ファイとかねよかったですよね、悪魔に育てられた少年とかね。あ、この話しちゃうとまた長くなっちゃうので現場からは以上でございます。皆さんのね感想も改めてね1週間経ってみてどうですかというところもコメントでお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、はい。